シェリル・アン・ソールズベリーは、オーストラリア・ニューサウスウェールズ州ニューカッスル出身の、元女子サッカー選手である。ソールズベリーは近年は、ウサ所属のニューヨークパワーや、W リーグ所属のニューカッスルジェッツで DF として、プレーしていた。彼女は現在は引退し、W リーグの株リーグにあたる北、ニューサウスウェールズ州女子、サッカープレミアリーグのブロードメドウマジックでコーチを、務めている。 ソールズベリーはオーストラリア女子代表のキャプテンを務めていた。彼女はオーストラリア女子代表で38ゴールを挙げており、これはオーストラリア女子代表最多記録である。シェリルは国際 A マッチに100試合以上出場した2番目のオーストラリア女子代表選手であり、2004年アテネオ,オリンピックのアメリカ合衆国代表との試合で国際 A マッチ100試合出場を達成した。 1998年、シェリルは12人のチームメイトと共に、オーストラリア女子代表の遠征費用を捻出するため、ヌードカレンダーのモデルを務めたことがある。2009年1月27日、シェリルはパラマタスタジアムで行われたイタリア代表との試合後に引退を表明した。引退試合では PK をシェリルが決めて2から2の引き分けに持ち込んだ。代表では、 国際 A マッチ151試合に出場84分に交代となった時にはスタンディングオベーションが起きた。2009年ソールズベリーはオーストラリアサッカー殿堂の殿堂入りを果たした。ありがとうございます。